今回は本日から始まりましたモンストの新しい試みのガチャ、この限定ガチャ引いていこうかなと思います。で、このガチャがどういう仕様になってるかっていうと、まあ、10連引いたら確定枠が1個存在しますよと。で、そこの確定枠は星6が出るのは確定なんですけど、限定の確率もものすごい調整されてる。普通だったらそんな大したことない確率なんですけど、確定枠のところだけは1回目だと 25% の確率で限定、2回目だったら 50% の確率で限定、3回目まで引けば 100% 限定が出てくるっていう特殊な仕様のガチャになってるね。まあ、基本的にはやっぱり、すべての属性源が対象になってるってことで、なんか一点狙いとかするんだったらあんまりおすすめできない。限定だったら何出てきてもいいよっていうんだったら、まあ、引いてもいいかもしれないけど、基本的にはあんまりおすすめしてないよっていうのが、いろんな人の意見になってるかな。ただやっぱり、実感を伴わない、そういうやんなよって言われても、引きたいじゃないですか。でも今引いちゃダメだと。新春が近いから。だから私が代わりに引きます。で、ここで良い結果がきっと出ないっす。なので、これを見て、あ、引かなくていいんだなっていうことが皆様に伝わればいいなということで、私人柱になっていこうかなと思います。というわけで、まず10連目。まあ、こんな 25%、4回に1回しか出ないってことで、基本的に皆さんの端末に限定が出ることはありません。はい。ほら、そうだね。確定はないもんね。一応道中でも限定出る確率はちょこっとあるらしいんですけど、まあ言うてそんなもんでしょみたいな。ほらね、ほら加藤清正サンゴ雨の村君、まあそんなもん、ほらね、こんなもんですよいや、まあアムリタと神王って割と属性源とかちょこちょこ出てきてるけど、いやでも最先端突っ走ってる限定かと言われたら、まあやっぱりそんなもんじゃないね。だからこんな感じなんですよ。なので、まあ、ここからあと20連あるんで見せていこうかなと思います。次が、50% か。2分の1の確率で限定が出てくる。で、限定確定っていう言葉に正直惹かれてるんだったら、あのね、1ヶ月待ったら、オールスター年末ガチャで、20連したら、限定確定1体あります。そっち引きましょう。30連で限定確定じゃなくて、20連で限定確定があるんだから、いや、そっちの方がいいよねっていう感じだね。というわけで、20連目。はい。あ、いや、これこのままのペースだと星玉が溜まりそう。多分これ星玉溜まっても何もいいことないよね。あ、そういうところも含めて、星玉溜まるんだったら絶対引いちゃダメだね。はい。ほらね、何も起こらない。だからもうこれ好調ですよ。2分の1。ここで皆さんに、あ、やっぱこのガチャ、ちょっといいかなと思ったけど、引かなくていいやっていうところを見せられたらって感じでね。で、モンストブライト。あ、やべ、アルスラン出てる。でも大丈夫。ほい。ほらね、50% なんてこんなもんですよいや、ろくな結果でね、いや、これがね、運営さんが見せたかった景色だね。こうやって限定が、いや、もしかしたらマギア出るかも、みたいなこと言っといて、実際出てくるのは、ブレーメンです。まあ、そういうところですよ。はい。じゃあ、というわけで30連。まあ、これは限定が確定っていうところなんですけど、でもやっぱり、100体も100体なん、ん?確か今110体ぐらい限定いるんだっけ?だから、みんなマナとかルシファーとかを思い描くけど、そんなキャラ出てこないです。出てきてもどうせアグナムートとか、なんか、あ、そんなやつ限定いたなみたいな。いや、そういうレベル。チンギスさんとかね。ほい。まあ、まず止まることはないね。さすがにほとんどの限定持ってる私からしたら、さすがにここで持ってない限定なんて1割もいなかったはずだから。ああ、ほら、夏の夜市とかルリとかそういうもんですよ。こんなところで限定なんて基本的には出てくるものじゃないんですよね。ハイパリン、ほら。ね?ね、ね、こんなもんなんですよ。魅力。な、魅力はでもワンチャン、来年、重心化返して、オールアンチのやべえ地雷、オールアンチキャラになる可能性は、一応秘めてるから、まあ今はちょっとあれだけど、もしかしたら輝く可能性あるけど、まあ今はちょっと微妙にね。で、メタトロンは、もう、ホーサーでダメだったから、まあ当分はダメでしょ。申し訳ないよ。で、一応星玉が溜まりますと。でも多分これ、キュピっても何も起こらないよね。起こるかわかんないけど。はい。で、ここは、ただの星玉なんで、多分出てくるキャラは普通のキャラよね。多分ここで出てく、ね?もう星玉溜まるんだったらこんなもんに使ってる場合じゃないから、シャドウ狙え、シャドウ。というわけで、まだまだ私の端末残ってるんで、もうちょっとやります。さあ、まだあと60連分、サブ機でありますんで、さらに皆様を絶望の淵に叩き起こしたいと思います。こんなもんで、
いやー、マンキャンマギア出たらいいなとか、クリムト出たらいいななんて、こういうところに書いてあるけど、まあ、出るわけがねえんだぞっていうところを、見せていこうかなっていう感じ。とりあえずこれは 25% 確定。いや、これ違いますよ。これはね、確定出てくるかもしれない。限定出てくるかもしれない。でも、出てくる限定は、そんな大したことないっていうところ。いや、これはちょっと引かせたくないね。皆様に、新春ノーブ試させたいから。だからここでも、私、人柱になります。さあ、見てろよ。これ、ろくな限定じゃないから。はい、はい、8、9、10、ほら!うわ、割とエンジェリーディーバーはいい。いや、でも、月齢でトントンだな。月齢でトントン。まあ、エンジェリーディーバーはなかなかいいキャラだけど。いや、違う。これは、いや、月齢で割と差し引きゼロにできてる。むしろマイナスだな。というわけで、20連目。今度 50% ですよ。ほい。だこれもだからいい結果が出ないよっていうところを皆様に、いや、見せていきたいね。確定なんて出てくるわけがない。さっきも確かここは、工場だったもんね。だから、ここでも、特に何も起こらない。ほい。ね、何も起こらない。あ、危ねえ。なんで、さあ、頼む運営皆様に絶望の地乾けスイッチ入れるな!ここでちゃんとろくなキャラも出ず、いや、でも、やべえ。あ、イージス。いや、でも、あ、なかなか強いホイールや。頼む。ここで、ほい。おー、ほら、こんなもんですよ。こんなもんですよ。こんなもんですよ。これ引くんだったら、いや、今のシャドウ引いた方が絶対ね。まあ、カノンはちょっといいかもしれない。でも、こっから最後。確定勝ちでしょ。ただ、ここぐらい確定が出てくるけど、まあ、こういうの出てくるかなと思ったら出てくるのは、ランスロットとか、陽気比とか、まあ、そういうキャラですよね。まあ、今から私に皆様にそれ見せて、絶望の淵に叩き落としです。こんなガチャ引いてる場合じゃねえぞっていうことを言っておいてよ。ほい。100% だったら確定出てほしいんだけどな。ちょっと運営さんそこは気が回らないね。さあ、ここで出てくる限定キャラは何なのかな ?8。でも、いいキャラ出てきてほしいという希望もちょっと来い!なかなかいいじゃねえか。いや、ワルプルギスはなかなかいいポジションには来てる。少なくとも平均以上の強さ持ってんね。まあ、風雷はまあまあかな。風雷が一番平均っぽいような感じかな。限定の強さ全体で見たら。で、星玉。まあ、ここでは何も起こりませんと。こういうところでキュピンが出ることってあんのかな?さあ、ここで最後、出てくる星玉のキャラは、何なのかなと思わせて、すごいものが、おー、まあ、まあまあ、でも工場だからな。工場だから。ちょっといいかなと思ったけど、でも俺工場だから、限定じゃないんで。なので、限定ガチャは、いや、今回は結構皆様に、希望を持たせられない結果ができたということで、よかったんじゃないんでしょうか。というわけで、引くなよ。絶対に引くなよということで終わります、ごきげんよう。